こんにちは。こんにちは。今回の動画は車検の内容になります。うん。車を持ってる以上、車検を受ける必要があります。絶対ですね。で、車検証の内容に変更がある場合、構造変更を受ける必要があるんですね。うんうん。例えば、乗車定員が変わるとか、キャンピング登録する場合。で、車中泊の DIY をするとき、大抵の場合は構造変更が必要になると思います。がっつりいじるからね。うん。ベッド作ったり、壁作ったりしたら、まあ、重さ変わったりするしね。うん。一方で、仮装した装備を全部外せるようにしてる場合、簡単に。その場合は、構造変更なしで、通すこともできる。だけどボンゴの場合は外すことはできないから、そう、今回は構造変更が必要っていうことだね。今回はそういうパターンになる。で、車検に対する心構えとして、達夫の場合はね、落ちることを過度に怖がる必要はないかなと思ってます。通るまで受け直せばいい。まあ1回だけのチャンスじゃないってことね。うん。まあ確かにこんないじってこれ車検通んなかったらやばいなっていう気持ちはあるんだけどそれを落ち着かせるために自分にそう言い聞かせて改造してました。うんうん。であと最悪の場合全部取っ払って戻しちゃえばいいっていう。それも大変だけどな。うん。でもう一つが、もう二つが、車検の時期を考慮して改造を進めた方がいいです。例えばボンゴの場合だと1年ごとに車検があるので、去年の3月に納車して、今年の2月下旬までに一通りの改造を完了させてから車検を受けようっていう大体のイメージはしてました。改造途中で車検受けたらまた変わるから、また構造変更しなきゃいけないってことだよ。そうそう。改造に時間かかっちゃう場合はそうするしかないんだけど、うん、車検の時期を考慮しながらやった方がいいです、その場合でも。うん。で、この下のやつは、これも重要で、構造要件っていうのが車種ごとにあって、それを確認しながら改造を進めていく必要があります。はい。構造要件っていうのはまずネットで調べれば結構出てきます。うん。で、それでもどうしても分かんない場合は、各地域の自動車技術、え、ちょっと言って自動車技術総合機構自動車技術総合機構で電話で聞くと確実です。うん。検査員の人が電話で回答してくれるんだけど、16時以降だったら検査が終わった後なんで通じやすいです。前かけた時結構ちゃんと教えてくれたよね。ちゃんと教えてくれる。うん。うん。実際に車検場に行って検査員に聞くっていうパターンがダメになってるらしいです。あ、そうなんだ。一昨年ぐらいに車検場行って聞こうとしたら、本当はダメなんだよこういうのは最近って言われたんで、それはちょっと各地域で要確認です。うんうん。キャラバンとボンゴを改造してきました。ベースが貨物車になっているね。そう、小型貨物の4ナンバーのボンゴと中型貨物の1ナンバーのキャラバンです。で、これを車中泊仕様に改造した場合の改造後のナンバーとしては、4ナンバー、1ナンバー、8ナンバーキャンピング車っていうのがあります、可能性としてね。うん。それぞれのメリットデメリットがあります。4ナンバーっていうのはまず維持費が安くて、高速料金も普通車だから金額的にはいい。ただ車検が毎年。1ナンバーは維持費が4ナンバーよりちょっと高くなって、高速が中型料金で、8ナンバーは高速が普通車料金で、車検が2年おきになる。では楽ですね。そう。ただ構造要件が厳しくて車検を通せるかどうかはわからない。自作で作った場合ね。最初に改造したキャラバンの場合なんですけど、もともとはキャンピング登録を目指して何年の素材使ったりとかもしてるんだけど、車内高160センチっていうのがガンガン改造進めて終わってからちょっと測ってみたら若干足りなかったんだよね実際。うん。結局1ナンバーで車検を通しても、でその時に良かったと思ったのが、キャンピング登録を目指しつつ1ナンバーでも車検を通せるようにこれ作ってたんだ。うんうん。具体的に言うと、後ろにベッドあるじゃん。はい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 。ベッドの天板クッションの部分と横に渡ってる基礎の柱、あれをボルトで固定してて外せるようにしてあるの。うん。あれを外したら貨物車の要件を満たす状態になって、結果的にそれで1ナンバーで通せてます。ボンゴは4ナンバーを目指すんだけど換気扇をつけたやん。うん。それによってもともと198センチあった車高が2メートルを超えるんじゃないかっていう疑惑があったのね。気になってたよね。どういう扱いになるのかなっていう。そう、車高2メートルを超えたら1ナンバーになっちゃう、高速料金高くなっちゃうよっていう。うん。まあ、覚悟はしてたんだけど、うん、その可能性があるっていう状態で今回車検に臨みました。どうなるんでしょうかっていうね。そう。これ4ナンバーの構造要件です。1ナンバーにも共通するんだろうけど、まず運転席より後ろのスペースの半分以上が積載面フラットである必要があるっていうのと、リアハッチ開けたところの開口部が 80×80cm 確保する必要がある。右に写真があるけど、クッションとか作って置いてたけど、それは取っ払って土台の板だけ置いた状態で積載面とします。うん。ミアも取っ払って開口部を確保したと。
はい、大まかにはこれが要件です。一個ちょっと確認したのが、乗用車って何年製の素材を使う必要があるの、うん、キャンピングカーもそうなんだけど、ただ貨物車の荷室の部分はそういう要件はありませんでした、はい、なのでこのラウハラとか使ってるけど大丈夫です。次が車検の方法と角度。まず方法として3つあります。ディーラー整備工場。この角度ってのはさ、 DIY をやってる場合の角度ってことだよね。そうだね。普通に乗用車乗ってるだけならディーラーとか整備工場にお任せするっていうのが一般的なやり方だと思います、うんうん、で3つ目、ユーザー車検って言って自分で車検場に行って車検を通す手があります。整備工場についてはまずキャラバンを改造した時に車検お願いしますって言ったら、こういうのを車検出した経験がないから無理っていう風に断られました。整備工場が全部無理っていうかは分からないよね。分からない。構造変更とかに精通してる整備工場だったら大丈夫かもしれない。でディーラーについてはツイッターのフォロワーさんで1人だけだけどやってもらったっていう人がいました。うちらのキャラバンと同じぐらいゴリゴリにいじってる人で、うん、で結局達夫と海子ではユーザー車検でキャラバンもボンゴも通してます。メリットとしては安い、ただちょっとめんどくさい。全部自分でやんなきゃいけないんだもんね、うん、ユーザー車検の流れです。あんまりまとまった情報がないから整理してみました、うんうん、でやることとしては検査を予約して車検場に行って受けると、うん、ざっくり。自動車税の納税とか法定点検とかは普通にやってれば大丈夫です。であと初めての時ってどういう検査を受けるのか見当もつかないと思うんですけど、車検場って下見のコースがあって見ておくと当日が楽になると思います、うんうん、で今回やってるけど予備検査場っていうのもあって、そこでライトの調整とか、うんうん、いろいろ確認できるのでそれもやっておくと安心。そう、ライトとか結構調整してくれたよね、キャラバンの時とか。荷物とか改造の重みとかで工軸がずれてそのまま車検受けると落ちるっていう可能性もあるので直前にやることが多いらしいです、うんうん、俺らもそう。予備検行ってそのまま行くっていう、そういう流れだよね。車検の時の車の状態、継続検査と構造変更で違うんですけど、継続の場合は車の重さ測ったりとかしないので荷物とか置いたままでも大丈夫です。荷室の仕切り棒はないとダメらしいです。これは絶対ね。であと簡単に外せるものはベッドキットとかでも荷物扱いにできるらしいです。ほうほう。で実際にキャラバンも今ベッド乗せたままでも通ってます、うん、行けました。構造変更の場合は仕切り棒は絶対必要です、うん、であと余計な荷物とかスペアタイヤも下ろせって言われてました。あ、重さ変わっちゃうから。そう、重さが変わっちゃうから。車検を受ける前の今後実際どんな感じだったか紹介します。まずベッドの後ろにあったミヤ、これは80cm×80cm の対抗部が必要なので取っ払ってます。ボルトで止めてたので簡単に外れます。あと積載面が荷室部分の半分以上面積占める必要があって、かつ固定されていないといけないんですね。 L 字の部分はベッドの常設部分として元から固定してたんですけど、これもボルトで固定してます。テーブルの部分なんだけど、そうだね、普段は固定してない部分ね。そう、固定してない部分なんだけど車検用に固定しました。心配だったのがね、この FF ヒーターのタンクね、これ一応ネジで1個固定してます、はい、裏の木に。その木はボディに固定されてるから間接的にはボディに固定されてるっていう体を作るために固定しました。ただ実際はそこまで見られなかったね。でこの工具とかは例えばナンバープレート変わった時に工具が必要になる可能性があったんで積みっぱなしにしてました。であともう一つが運転席と荷室の明確な仕切り棒がある必要があるっていう要件なんで、これを使って元の仕切り棒ではなくて家にあったやつを代用したやつ。そう、もともとついてた仕切り棒がはまらなかったから家にあった100均の突っ張り棒をここに装着してました。でも本当ちょうどいい長さで、ちょうどいい。これおてつさんからこのアイディアいただいた。で構造変更なんでスペアタイヤここにはまってたのは外してます、うんうん、重さの計測があるので。そうで棚はこのままボディに固定されてるんでね、こういうところで棚はボディに固定してるんでそのままです。でキッチンは今回は外してます。しばらくの間は固定しないっていう決めてたんで外してます。バックカメラあんじゃん、はいはい、バックに入れるとなんかカメラの周りが光るようになってるの。バックカメラつける改造した時にコメントで、うんうん、バック灯以外の光るものがあると車検通らないですよみたいなコメントが来たから、光らないようにバック線遮断しておきました。はい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 。なるほどね。こっからバックカメラにバック信号を送ってるんだけど、うん、実際どうなのか分かんないけど一応念のためね、念のため外しておきました。なので今ついでに戻します。うん、これで車検場での流れ、はい、
湘南陸運支局の場合、車検場に行くとなんか建物がいっぱいあって、あとでっかい検査レーンがあります。でそれぞれでなんか役割が違うんだけど、まず D に行って自動車会議所、手数料重量税自賠責更新っていうのをやります。で自賠責は別にここじゃなくても予備検査場でもやってくれます。どこでもいいんだけど、うん、ここでもできます。で自動車検査登録事務所はそこで書類をもらって書きます。継続検査の書類式ください、構造変更の書類式くださいって言ったらくれます。でそれに書いて受付をして、 E のこのレーンに行ってくださいとか言われるんでそこに行くの、はい、レーンに行って並びます。で検査を受けます。構造変更の場合は構造変更の検査と継続の検査どっちも受けます。どっちからやってもいい。で最後に書類を提出して車検証を受け取ったら終わりです。で構造変更の場合は要注意なのが、改造して検査を受けたら前の車検証と重量とかナンバーが変わる可能性があるじゃん。だから最初に重量税とか自賠責を払わない方がいい。額も変わっちゃうから。そうだね、うん、それは受付の時に言えば後回しにしてくれます。ただ車検証を受け取る前には払っておく必要があるんで、で検査の後に重量税と自賠責を払って C で書類提出して車検を受け取るっていう流れになります、うんうん、でこれ必要な書類の例です。例っていうか書類ですか。書類です。継続検査の場合にこれらの書類が必要です。で手数料とか重量税っていうのはなんかお金渡したら印紙をもらえるの、うんうん、でそれを書類に貼ります。払ったよって、ああ左側現地でもらって書くやつで、この右に書いてる持参書類っていうのは他に必要なやつ。車検証、自賠責、定期点検記録簿っていうのは法定点検の時にもらえるやつで、あと納税証明書、普通に自動車税を期限通りに払ってればこれは不要です。メモとしては、まあ、これは一式現地でもらえます、この左のやつはね。であと結構いろんな書類に記入が必要なんだけど、基本的には車検証の内容を書いていくだけです。なんかエンジンの型式とか、ただそれがよくわかんない人は代筆屋さんっていうのがあるんで書いてくれるサービスもあります。達夫の日記っていうブログに結構もうちょっと詳しく書いてあるんで、よかったら概要欄から見てみてください。でこれ次は構造変更の書類なんですけど、さっきの継続検査用の書類とプラスでこれが必要になります、うん、構造変更用のこの検査表ですね。であとこれ何年証明書って書いてあるけど、今回の場合は運転席の周りに合皮貼ったじゃん、あれが何年製のものですよっていう証明をする必要があったので今回持っていきました。で例えばキャンピング登録とかする場合はベッドの生地の証明書とかが必要になってくると思います。必要な場合は出すっていう感じです。でこの左下のやつは自動車税の申告書、構造変更で車検証の記載事項が変わるじゃん、うん、それによって毎年の5月に来る自動車税の額が変わる可能性があるので税務署に申告する。なるほどね。はい、じゃあこれから現地の動画を流します。どうぞ。はい、こんにちは。それとか自賠責は大丈夫ですか？もしかしたら1ナンバーになるかもしれないんですけど。1ナンバーの上に換気扇つけたんです。車高上がっちゃって。ああ、でも4ナンバーサイズの高さ超えないんじゃないですか？超えないと嬉しいんですけど、そうやって構造変更行ってみないとわからないんですよ。しっかり測られて、どんぐらいの高さになってるか。そしたらじゃあテスターやっていきますね。はい、まずブレーキ、この状態でブレーキ目いっぱい踏んでください。はい、離して。もう一度お願いします。はい、OK。次、サイドブレーキかけてもらっていいですか？はい、OK です。で、スピードメーターの検査があるんですけど、はい。いつでも一応確認はできるんですけど、押してやると車空回りしてる状態になるので、ABS のランプとかがついちゃう可能性があるんですよ。じゃあなし。ここだけちょっとぶつけ本番でやってもらっていいですか？はい。サイドブレーキですね。床に機械があるので、はい、ゆっくり前進してもらっていいですか？はい。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 OK。じゃあ、あとライト調整。じゃあ、ライトをロービング。じゃあ、サイドブレーキ。混んでるー。一通り受付を済ませたんですけど、めっちゃ混みまくってて大変なことになって、こんな混んでるの初めて見た。全然進まない。構造変更レーン、やっともう少しだ。こんなに混んでるの初めて。実際に構造変更の時の様子なんだけど、うん、まずレーンにこう車で入っていきます、はい、で止まる場所が車重を計測する機械の上なの。あ、もうそこに行ったら計測されちゃうんだ。勝手に計測とか
されてて、しばらく待ってたら検査員の人が来ます。そしたら書類式渡します。バインダーから全部外してバンって渡す。何が変わったのって聞かれるから、中に棚とか外に換気扇とかつけたんで、うん、重さと高さ変わってますって申告するわけね。運転席周りに生地貼ってるので、うん、何年証明書です、うん、はい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 、で持ってかれます。うん、でその後でまた検査員の人来て、構造変更なんで一応全体的に測る、一緒にメジャー持って長さ測ったり幅測ったり、うん、で高さもそれで測るのかなって思ったら高さはそれで測んなかった。あ、そうなんだ。なんか自動で計測するレーダーみたいなのやってるみたいだった。なるほどね。でちょっとじゃあ中 見ますねって言って、このドアは開けてた。で、この中の数値とか測るのかなって思ってたら、特殊な機械、カメラみたいなので、なんか撮影してた。それで測れるんだね。測れるのかもしれない。それかなんか記憶するように。うんうん、こっから1枚写真撮って、ニヤハッチ開けて、こっからも写真撮って。うん。で、メジャーでここの開口部は測ってた。はいはい。10センチ以上ありますよ。うんうん。そんな感じかな。なるほど。で、その後、しばらく待って、で、出てきたら、なんと、車高下がってますね。車高1センチ。そんなことある。棚とかの重みで下がったみたいですね。って。重さは110キロ重くなってた。でそこで一通り検査終わりなんだけど、なんか最後に写真撮影ゾーンっていうのがあって、そこに車置いて、うん、写真撮影ボタンをポンって押すと、1分ぐらい待つと、いろんな角度から写真が撮られるらしい。へぇ。で、終わり。構造変更は。不思議現象が起きて、なんと車高が1センチ下がってた。どういうことだ？結果往来でいいんだけど、で構造変更の検査が終わったんで、4番レーンに並んで、次継続検査を受けます。まだ結構混んでる。さっきより空いてるけど。いやーでも、よかった。結果往来だ。めっちゃ並んでる。このまま営業時間超えちゃったらどうなるんだ。入れてくれんのかな。その後の手続きもできんのかちょっと心配だ。おぉ、一気に誰もいなくなった。やっと終わりました。結果としてはナンバーが変わらない4ナンバーのまま、車高と重さが変わった車検証の表記変更で、車検が通りました。今回1ナンバーになるかもしれなかったんで、重量税と自賠責保険を払わないまま検査ラインに入ってたんで、検査が終わってからもろもろの支払いをすることになったんですけど、検査が押しすぎて、検査ラインが4時までなんですけど、それをオーバーしちゃったんですね。その後で交付の受付とか重量税とか自賠責の更新の受付に行ったら、もうシステム落として締め作業に入ってたんで、そこをなんとかお願いして対応してもらって、ギリギリ終わったっていう感じです。なんとか終わりました。はい、車検が終わりました。お疲れ様でした。無事通過しました。3万5500円かかってますね。はい、まとめとしては、まず換気扇つけてたけど車高が逆になんか下がってた。これは意外だった。これ意外だった。重みなのか測り方によるものなのかわからないけど、うん、4ナンバーを維持できた。これは良かったですね。これはすごい良かった、うん、あとはこれ反省なんだけど、今回超激混みだったの。やばいね。最終ラウンド予約しちゃったの。一番最後の時間帯で行ったんだ。で検査ラインって、ね、4時に終わるの。なのに構造変更と継続検査したら4時半ぐらいになってた。やばいなので構造変更するときは朝一のラウンドで予約していった方がいいと思いました、うん、これ次の反省ね。はい、じゃあ車検の動画はこれで以上になります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。